始まりました。ただの秋のりのハエバルバンバン120回目。お、キリがいいですね。120回目もよろしくお願いします。いやー、9月に入りまして8月も終わりましたね。僕はこのハエバルバンバンで、まあ、以前から言ってますが、お笑い芸人をやりながら、お笑いライブ、定期ライブのプロデューサーもやりながら、バサナイスタジオという配信とか撮影スタジオを見ながら、オフィスの、マネージャーのサポートで入っているということで、それで1ヶ月過ごしてみたんですけども、まあやること多いね。今なんだろう、もう両肩にポン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 ってなんかやることがどん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 積み上がってって、二肩楽だみたいな、肩にコブみたいなのがついてる状態で、まあやること多いですね。忙しいとは違うんですけど、これは、ライブのプロデューサーとかいろんなことをやっているうちに忙しいっていう感覚はあんまりなくなってるんですよね。忙しいというよりかはやることがいっぱいある。じゃあやることがいっぱいあるんだったらこの順番にやろうとか、何月何日にこれやろうとか、この順番で準備していけばいいねっていうのは、生きていく上でもうやり方が分かったので、忙しいとはまた違うんですよね。忙しかったのは映画作ってる時です。2年前から、まあ、今もですけど、今も、今度、映画ファニーズの DVD 作成とかいろいろそれで業者とやり取りしてますけど、あの時ほど時間を割いた日はないし、今後の人生もないんじゃないかなと思ってるんで、それに来る、映画一作品作るのに比べたら、まあまあ、ちょっといろんな角度でのやること多いなぐらいで、ですね。で、まあ、やることは多いのは変わりないので、もう一番は体調ですね。体を壊さないこと、病気にならないことが大事だなって。ちょっとね、もうそれで体調不良とかね、流行り病とかなっちゃうと、それだけでね、仕事も滞るし、周りにも迷惑かけますんで、もう健康が一番大事だなって思うんです。ただ、最近、8月入ってからですかね、僕の体質がなんか変わりまして、なんか最近お腹が空かなくなってるんですよ。これちょっとなんか、まあ前から別に食にすごい強い食べたいっていう気持ちはなかったんです。これも通常運行でやってたんですけど、さらに、なんかなんだろう、美味しいのは食べたいですよ。美味しいのは食べたいって気持ちあるんですけど、なんかいっぱい食べたいとかがなくなって、で8月入って極端になくなって、そしたらお腹も空かなくなっていって、空かないんです。そしたら気づいたらですよ、朝昼晩食べてなくて、気づいたら夜中の11時とかいう日もあったんですよ。あれもう夜中の11時だみたいな。朝から仕事していろいろ打ち合わせしてとか編集してとか、また打ち合わせしてとか稽古してとかやってたら、気づいたらね、夜中もう帰る、お家帰ってくるの夜中11時で、あれ今日何も食べてないなっていう日が、なんか週に1回か2回ぐらいあって、でもお昼食べる日は誰か先輩にお昼食べに行くとかね、の時にはいいですかとご馳走してもらったりとか、なんか一緒食べるとかいう時はお昼食べてるんですけど、それ以外の時食べてなくて、お昼食べなくて、そのまま夜8時9時ぐらいに気づいたら、あ、食べてないから食べようって言って食べるのがあって、別にそれでお腹空かないんでいいかなと思ってたんですよ。まあいいかって思ってたんですが、これ続くとですね、あれですね、ちょっと異変が起き始めますね。あの急に冷や汗がブワーって出てきたりとか、あと耳が痛くなったりとか頭が痛くなったりとか、その時は急いでなんか食べるんですよ。あ、ちょっとやばいかも、なんか信号出てるかもっていうので、水も飲まないです。飲み物も飲まないから、朝のコーヒー一杯で夜中の11時までとかいう日もあるんですよ。ガチでそれ以外何も口にしてないとかあって、まあ動いてるからいいか、動けてるからいいかと思ったんですけど、だんだんね、お腹も空かない
し、どうしようって。でもなんか食べないとやばいんじゃない、なんか怖いことが起きるんじゃないっていうので、今お腹空かないんですけど無理やり食べてますね。無理やりお昼もおにぎり1個でもいいからとりあえず口に入れとこうみたいなを今9月からやってます、僕は。うん、ちょっとね、そう、先週だから僕口内炎で来てたんですよ。口内炎痛いなーって、1個でこんな痛いのかなと思ってよくよく探してみたら口の中に3つぐらいできてて、口内炎が、あ、これやばい、何かが足りてないぞと。で、足りてないからビタミン取ろうとか、 CC レモン飲もうとか、ビタミン剤、あの、チョコラ BB 飲もうとかね、あったりとかで、なんか便が黒いとか、あれ黒い、めっちゃ黒い、イカスミ汁とか食べてないのに黒いと思って検索したら、あれなんかお腹が出血してるみたいな、俺今お腹出血してんのみたいな、何か起きてるのっていう感じのが最近あったので、食生活じゃないかなと思いまして、今まあもうお腹空かないのはしょうがないんで、もうそれはもう朝はちょっと厳しいかな、朝ちょっと食べるとお腹痛くなっちゃうから、昼と夜をしっかり食べるっていうのをやっていこうかなと思ってます。まあ、体はそういう感じですね。で、まあ、やることいっぱいあるんで、メンタルもね、メンタルもしっかり保たないといけないということで、なんか飲みに行ったりとか、ね、友達、もう本当に幼馴染、昔幼稚園からの友達のヒロシ、ミスターヒロシが今、船乗りやってるんですけど、3ヶ月船乗って、1ヶ月陸に上がる、3ヶ月船乗ってっていううちの、今回なんか3週間だけ、2週間か。2週間だけ沖縄に帰ってくる。陸に上がるっていうことで、で、また船乗るから、その前に飲みに行こうぜって言って、まあリフレッシュですよ。僕の中でリフレッシュで、とかやってますね。そういうのも大事。だと思います。そしたらね、優しいの。ヒロシね。ヒロシ優しいの。お会計、なんか、初めて行く居酒屋行ったんですけど、まあご飯美味しかったんですよ。ご飯美味しいな、あ、ビールちょっと高いなとか、飲み物、その場所ジョッキっすよ、ジョッキが1杯700円で高いなーって1杯700円、ビールがで、発泡酒も発泡酒550円、ジョッキが、あ、これなかなかだな。でも広島、あ、いいよ、なんかせっかくもう俺も船乗るし、もう美味しいの食べようみたいなやって、そしたらお会計が2人で1万2000円だったんです。12000円、なかなかっすよ、2人で12000円の居酒屋ってね。安いとこだったら2人で8000円いかないとか、6000円とか7000円で済むところとかありますからね。で、そしたらヒロシが、もうお前はもうお金ないし困ってるし、お金ないから2000円だけあるっつって、2000円、うん、2000円あるよつって、2000円出したら残り出してくれて、いいのつって、マジでつって、ごちそうさまでーすね。いい友達持ちました、僕は。やっぱ持つべきものは船乗りの友達ですね。全部もうほんと端数分出してくれて、あ、端数分自分が出して、あとは出してくれてね。いやー、ほんとありがとうございました。で、その時にヒロシに言われたのが、あのさ、お前さ、お会計するときに封筒からお金出すのやめん。そういえば、そう、何回かあるんすよね。お会計するよってなったら、僕財布からお金出すんじゃなくて、どこからともなく封筒、茶封筒を取り出して、その茶封筒からピチピチって1枚2枚って言って出して、そこから会計するんですね。これさ、ケータも言ってたけど、また別の友達ですね、ヒロシに言われたのが、これ、ケータも言ってたけどさ、あいつ、茶封筒からお金出すよな、って。今まさにありますけど、この茶封筒から、こう、お金をね、出して、この中から、こうやって、ちょっと数えて、あ、これで、あ、1000円、2000円、3000円、つって、いくら？いくら？会計いくら？あ、3000円、1000、2000、3000、つって、封筒から取り出して、それから出すんですよ。なんか、それが、なんか申し訳ないらしくて、そう、友達からしたら、あいつあのお金って何みたいな、なんか封筒に入れてるってことは何かに使う予定だった
もしかしたら家賃かもしれないし、何かに当てる予定だったお金なんじゃないのって言って、ちょっとみんなちょっと申し訳なさそうに受け取ってたらしくて、それ僕気づかなかったんですけど、別に普通にね封筒から出してやってたら、まあ、これも作戦ですね。こういう作戦もあるっていうことですよ。お前なんか毎回お前封筒から出すから、えいよいいよもうそんなんいいよ俺なんか出すよみたいな封筒作戦、気づいたら繰り出していた秋塗りの封筒作戦ですねこれは。そっか、まあそうっすね、気づいたら僕封筒から出してる時ありますね。うん、まあいろいろあるんですこの封筒のお金はそれがやりづらいっちゅうねんって話ですよね。それがこっちとしては申し訳なくなるんでしょうね、向こうからしたら。はい、いつも皆さんありがとうございます。まあ相変わらず封筒から出すと思いますが、これからもよろしくお願いします。ただの秋のりのハイバルバンバン、この番組はラジオ沖縄のシャゼでもあるローカルに徹せよに合わせて、超ローカルなハイバル町について面白い情報や話題などを発信していこうという番組となっております。このただの秋のりハイバル町の観光大使にも任命されておりますので、ハイバル町のことなら何でも聞いてください、よろしくお願いします。そしてこの番組では X でのポストもお待ちしております。 X 通級イッターですね、通級イッターで、ハッシュタグつけてカタカナでバルバンと書いてつぶやいてください。はい、では早速紹介していきましょう。ハッシュタグバルバン、川崎のしおんさん、ありがとうございます。下の根元の口内炎わかる、厄介、喋っても食べてもちょっと口を動かしても痛い時あるよね。そう、 あの根元がめっちゃきつかったですね。うん、気づいたら3つあって、もう全体的にきつかったんですけど、右根元とあの前下前歯のと唇の間とまた上にもできててね、もしあんなのって病気系って調べない方がいいですね。ブルーなる、ネットで調べてなんかまあ栄養不足とか、まあ、あと睡眠不足、疲れ、ストレスとか、まあ、そんなの見たら、それを 見たことがまたさらにストレスになりますからね。あんな調べない方がいい、もう CC レモン飲んでからね直した方がいいですね。あ、でも今も完全に治ったんで快適です。全然違いますよね、喋りが。やっぱずっと痛かったもん前回の。うん、本当は喋りたくないぐらい痛かったからね、しっかり治りました。はい、またまた川崎のしおんさん、秋のりさんのポーズの出どころはいかに、でも秋のりさんの事務所の大御所が沖縄に著作権はないと言ってるからな。あ、そうそう、具志堅用高さんが、コロナワクチンセンターのポスター、ここも閉まりますよ、センター閉めますよっていうポスターに具志堅用高さんが写ってて、秋のりポーズをやってたということなんですよ。マジでそう。でこれについてはトモブンさんからも来ております。トモブンさん、秋のりこれって、そう、なんか具志堅さんがチェックみたいな、チェックね、あ、これちょっちょねとかかってんのかな、これチェックねーっていうのがあってやってますね。こうあのちょっとゲッツみたい、ゲッツの横開きバージョンみたいなのやってますよ。秋のりこれ、具志堅用高スペース検査センターで画像出たけど足も上げてないから、秋のり無関係っしょ、全く関係ないっしょ、角度も違うやし。いやいやいや、ともぶんさん、こういうパターンもあったんですねっていうのは分かりましたけども、違うんですよともぶんさん、もう一個あります。もう一パターンあって、もう足の上げ具合とかこのポーズの角度とかが全く一緒のパターンがあるんです。これ見つけられないかな、もうちょっとなんか、いや、梅子から画像をもらって、僕画像持ってるんですけど、なんか自分から上げるのアップするのもっていうのがあって、なかなかアップできないんです。できれば誰かに見つけてほしい、誰かに見つかってそれで誰かが広めてほしい。理想は自分から言ったらなんかはずい、自分から言ったらはずい。じゃあマジであるんです、ともぶんさん、指の角度、両指の角度も一緒、足の上げ方も一緒でやってるポーズがあるんです。見つけてほしいな。あともうちょっと待って、それでも誰にも見つからなかったらもう自分であげます。その時はチェックねーって、皆さんチェックねーって、自分であげようかな。うん、見てほしい、本当にそうなんだって、そういうポーズしてるんだって、あー見てほしいな、うん、はい、川崎のしおん、続いて川崎のしおんさん、
先日のライブでの芸人裁判配信で楽しみましたよ。ありがとうございます。8月の FEC お笑い劇場やりまして、ね、企画で芸人裁判をやったんですけどもね、うん、秋典検察官ハマり役でしたよ。ありがとうございます。配信で見ていただいて、そう、僕検察官役だったんですけども、うん、ネタより検察官が受けましたねこれだけは言えます。ネタよりも検察官の格好もスーツを着て、ただ別に面白いこととかでもなく、ただ喋る、ただ普通のことを喋るってだけなのに、そっちの方が受けましたね、うん、もう芸人ではなかったです。あの時は芸人ただの秋典じゃなくて、検察官ただの秋典として普通に、本日は、資料を準備しました、こちらの資料ご覧くださいみたいなね、検察官のトーンですよ。芸人だったら声張るんですけど、検察官のトーンで喋ったらね、それが受けたっていうまああんだけ芸人たくさんいたらね、逆にねガツガツしない方が良かったりしますよね、うん、はい、これはこの声は周りからいろんな人から来ております。検察官良かったよっていうね、そこをね、そこと芸人のネタをやってる、自分がやりたいネタのなんか間みたいなところを目指せたら、一流のまたさらにレベルの高い芸ができるんでしょうね、きっとね、うん、はい、ありがとうございます、続いてトモブンさん、帝王切開見ます、えぐい梅子えぐいそうそうそう、梅子がね、帝王切開の動画旦那に撮ってもらったんで見ます、初めてですよ、長女次女の出産シーンも見たことないのに、梅子の帝王切開の動画を見るっていうね、あれ衝撃でしたね、面白い、面白かったです、いい経験でした。ドゥルンって出てきよったから赤ちゃんがドゥルンってまあ、体は見えてないですよ、前回も言いましたが、あの頭の方からね見てて、急に下からドゥルンって出てくるみたいな、赤ちゃんだけが見える、いや、よかったですね。モブンさん、バースデードネーション初めて聞いた、相変わらず知らない単語出るね。そう、ヨウヘイといると、同級生のヨウヘイといると、あの本当に知らない単語を知るきっかけになりますから、そういう世界もあるんだって知れますよね、そういう集まりってあるんだとか、こういう人間っているんだみたいな、そういう番組です、ハイバルバンバンは、うん、ラスト、トモブンさん、うん、鍋島高いって聞くからそんな気はしてた、焼肉キングも高いよね、まあ俺はどっちも行けてないけどね、はい、鍋島めっちゃ高かったっすね、本当に財布まで出したんですけどね、はい、新一郎さんに怒ってもらって財布まで出したんですけど、そこからね、こうチャックが、あ、なんか最近チャックの具合が悪くて、うん、でその時のね、封筒とか、ね、先輩の前で封筒出すのもなみたいな、封筒のね、封筒からこう出してから、それこそなんか気使われるかなっていうのがありますんでね、はい、うん、鍋島、そう、あ、焼肉キングもプランによっては結構行きますよね、うん、どっちも美味しいですけどね、はい、僕はやっぱリーズナブルなの焼肉あんあんが、安くて美味しいのでよく行きますね、うん、いつかは行ったことないですけど、いつかはジョジョ園行ってみたいですね、うん、皆さん行ったことあるんですか、ジョジョ園、なんか情報がなさすぎて、ジョジョ園は本当にディズニーランド行くぐらいの勢いのなんですね、僕はジョジョ園は、うん、はい、引き続き皆様からつぶやきお待ちしております。ハッシュタグつけてカタカナでバルバンと書いてつぶやいてください、お願いします。では後半はいつものように同級生のヨウヘイとおしゃべりしております。今回はシビックテックについて話しております。どんな感じなんでしょう、それではお聞きください、どうぞ。ハイバルバンバン、はい、今回はヨウヘイよろしくお願いします。お願いします。ヨウヘイは僕の同級生で、ハイバル町宮城出身、そしてハイバル町議会議員をやっていて、はい、塾講師もやっていると。そうです。あとあれ何でしたっけ、かなりきつく縛ってしまったでしたっけ後で撮るときね、後で撮るときにあのゴミ出しとかよくあるんじゃんかなりきつく縛っちまったな、おかよ誰よこれ、こんなきつく縛って、音どんだけ締めたばってあのうちの親父ね、
消防署だから、うん、信じられんぐらい固く結ぶわ消防署は縛りそうだね、しっかり。あの台風対策とかさ、徹底的にやるわけ。あやるんだけど、戻さんわけよ。戻すのは俺なんかの仕事みたいな。固いや あるね、ありますね。違います。キャリア教育コーディネーターです。キャリア教育コーディネーター。キャリア教育コーディネーター。かなりきつく縛ってしまった。違います。ありますね。ほどけやすい縛り方もありますけどね。ね、やってほしいよね。ここ引っ張ったらほどけるよ、ほら、みたいな。しかも、こんな結ぶって何回もやることもさ、ね。やりますね。はい。はい。いつもまとめ撮りしてるんですけども、はい、まとめ撮りが20回目で、20回目でして、はい、で、今4本目なんですよ。はい。もう、最後の最後。4本目、20回目の4本目で、はい、120回目を。おー、すごいね。ライバルバンバン120回目ですよ。すごいね。なかなかやってますよ。いや1年間毎週やって 4×12 で48でしょ、うん、だから単純計算2年ともうちょっと、ね、もうすぐ3年もうすぐ3年ですはやってますね、はい、じゃあっていうのを一応言いたかったんで、まあ、9月ですから、はい、9月入ってますんで、はい、今回は何の話しましょう。今回はですね、もしかしたらもう去年も話したかもしれないんだけど、うん、高校生に話をしてきましたってやつなんですけど、高校生に話をしてきました。そうなんです。陽平らしからぬアバウトな全然わからんふわっとした話ですけど、ね、あの地域で、デジタルの取り組みしてますって話を何回かしてきてるじゃないですか、うん、それの取り組みを、まあ、ハイバルに根ざして、どうやって人はなんていうかな、仲間集めて、うん、どうやって取り組み作って、この先どんなこと考えてますよっていうのを、まあ、高校生60人70人ぐらいかな、うん、にお話をしてきたんです。こういう取り組みがあるよ、こういう地域の実践があるよっていうので。高校生、そう、あの母校の、いや、首里校とか江南とか、うん、開放とか薬科とか、まあ、いろいろ混ざってる話とね、いろんなところ、そう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 、私の、まあ、塾も、まあ、勤めてますって毎回最初に言ってるじゃないですか、うん、この塾の先生の同僚の先生で、うん、自分でも会社やってる人がいるわけ、うんうん、株式会社サステナベースっていう名前でやってるんだけど、そこの事業の一つで県内の高校生、うん、那覇でやることが多いから南部の子が多いんだけど、うん、高校生たちを集めて60人70人ぐらい、うん、プログラムをやってるわけ、うん、グローカルイノベータープログラムっていうプログラムをやっていて、グローカル、グローカルイノベーター、イノベータープログラム、グローカル、グローカル、グローカル、グローバルとローカルの合体言葉。グローバル、ローカル、なんだっけ、グローカルイノベータープログラム、イノベーター、グローバル、ローカル、イノベータープログラムってこと。じゃあまあまあ要はそういうこと、全部要は、ね、解くと、じゃあグローカルって言葉はもう一般に使われる言葉ではある。いや使われてないわ、俺の周りいないよ、グローカルって使う人、まあね、大学とかね、ドローカルはいいよドローカルなことやってんなみたいなのあるけど、絶対夜中から出ないだろうみたいなドローカルだなみたいな。グローカルってなかなか一応いない、 いるかな、皆さんいます、周りに聞いてる方。大学入試とかでねよく出てくるんですよ、グローカル。そう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 、あの地域のことをやるとかっていうのはローカルね、うん、なんだけど、そこだけでとどまるんじゃなくて、うん、世界的なことも考えて、うん、今 SDGs とかさ、うん、そういう国連も含めて世界で目指していくゴールとかあるわけじゃん、うん、こういうグローバルな目標も見据えながら、ローカルからしっかりコツコツ活動を積み上げていって、このつなげていきながら考えること大事だよねっていうのが言われてるわけですよ。こんな相反するものが一緒になるんだ。そう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 、まあその相反するじゃなくて実はつながってるんだよっていうことね。この広げるために、グローバルなことを考えるために、そうそう、地域のことをしっかりやろう。あの沖縄のさ、ビーチクリーン活動とかあるじゃん、うん、すごいローカルな活動さね、やってるの、うんうんうん、自分たちのよく使ってるビーチきれいにしたい、うんうん、でもそれって環境問題とか海ごみの話っていう、別に沖縄の話だけじゃないから、うんうん、世界とつながってる話だし、うん、そもそもこのゴミってどっから流れ着いてくるのっていうのは、うん、例えば違う国から流れ着いてくることもあるわけじゃん、うんうんうん、みたいな大きめな視野を持ちながら、はい、やっていこうぜっていうことを、まあ、掲げてるわけですな、グローカルって言葉。これはグローカルと。そうそうそう、まあそんな感じ、そんな感じで、そのグローカル イノベーターグローカルイノベータープログラムイノベーターを やっているとそうなんです、そうなんです。イノベーターって、ね、イノベーション、まあ、革新とかかな、まあ、新しい取り組みを作る人ってことはね、要はグローカルを革新しようっていうプログラム、まあそんな感じ、そんな感じ、
ローカルなこと地域のことなんだけど、うん、まあ、世界的な視野もしっかり持ちながら、うん、新しい取り組みを自分でどんどん作って挑戦していこうぜみたいなプログラムなんですね。それを高校生向けにやってるわけですよ、うん、高校生60人70人ぐらい、うん、下はもう中1の子も混ざってたかな。すごいね。で結局大学とかでいろいろ勉強したりするんだけど、うん、その何のためにやるのっていう話だったり、県外に行く子たちもいっぱいいるわけじゃん、うん、けどその子たちが結局地元の課題よく分かってないとかさ、うん、地元のこと知らないまま大学に行って、大学で初めて自分沖縄のこと知らないかったって帰ってくるとか、うんうんうん、っていうこともよくあるわけよ、うんうん、私もそうだったんだけどね、うんうん、だからそれじゃまずいよね。大学を選択する前から自分たちの地域のことをしっかり知って考えていくってことが大事だよね、うんうん、っていう発想でそういう取り組みをしてるんですね。まあそうだよね、まあ、何のために勉強してるか、何のために大学行くのか、うんうん、そう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 、でまた一応、まあ、帰ってくるってことだよね、が多いんだろうけどね。沖縄にまた帰ってきて、そうそうそう、でも帰ってくるんだったら知った上で一回行かなきゃみたいなこと、うんうんうん、まあ、琉球大学のさ、うん、新しい学部で法文学部とか前あったでしょ、うん、まあ、国際地域創造っていう学部に変わってるわけ。法文学部がとかが合体して、ああいろいろ変わって、そうそう、え、国際地域創造、国際地域創造グローカルイノベーターと結構似てるの分かる。ああ、国際地域創造、お、国際地域がそのままじゃん、グローバルイノベーターをそのまま日本語にしましたみたいな、そうそうみたいな、だから別にこの特別な言葉じゃないわけさ、うんうん、沖縄でも琉大もそういうふうに力入れてる言葉でもあって、うん、だからそれを高校生の時から学べる仕組み作ろうっていう取り組みなんですよ。へえ、そうか。俺が勝手に言ってるわけじゃないことが伝わったでしょ今。ああ、もう琉大も学部ができてるとそうそうそう、グローカルイノベーターの学科があると。そうそうそう、そうなんです。へえ、でもなんかちょっとまだアバウトなんだけど、うん、な具体的になんかある、ね、こんなことしましたみたいな、私が話をしてきたのは、うん、その地域かけるデジタルっていうので、うん、デジタルツール使って何ができるかっていう話で、本当にもうとっても具体的な例でいくと、うん、地域の活動、例えば綱引きとかかもしれないんだけど、うん、なかなか情報発信うまくいってなくて若い人たちに知られてないこといっぱいあるじゃんっていうのがあるわけじゃん、うん、老人会の活動とかさ、そういうのもそうでしょ、うんうん、それを高校生とかがまずは自分でインスタグラムを作って発信協力するだけでも地域を盛り上げるにちょっとはつながるじゃん、ね、なるほどね、みたいな、明日からできることでもいいからまずやってみようぜって話をまずはしてきたわけですよ、うん、でそれがどういうふうに展開していくと、例えば今私がやってるような取り組みまでつなげていけるかとか、うん、自分なりにやりたかったらどうやって人を集める方がいいのかとか、うんうん、どんな声かけしていけばいいのかとか、うん、っていうことを私の場合ではこのハイバルでやってるデジタル講座とか子どもプログラミングとかを例にして話をした、うんうん、でその次の人の場合は地域の活動って基本お金ないじゃん。ないね。 PTA もお金大体ないし、ない、青年会もないし、ないないですないでしょそれをこの NPO とかも含めて、うん、沖縄未来ファンドっていう財団、いろんなところから寄付金とかを集めたりお金を集めたりして、それを配分したり応援するところに投資したりみたいなことをしてるところがあるわけね。あ、これ講師が何名かいるってこと。そう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 、予定も含め講師何名かいて、そうそうそう、この高校生に6回ぐらいかな、半年間ぐらいかけてやるプログラムがまずあって、まずは知識つけよう、いろんな考え方身につけよう、うんうん、先進的な取り組みをしろみたいな、うん、でその後でその子どもたちは自分でプロジェクト考えるわけ。うんうんうん、じゃあ自分は首里の地域のことをもっといろんな人に知ってほしいって思ったから、うん、首里巡りのツアーのプログラムを作りますとかね、例えば。おうおうおう、で高校生が 5,6 人ぐらいでチームになって自分たちで企画して、うん、発信までして人を集めて活動をしてみて、で最後に報告会みたいなのがあるわけ。やってみてここが課題でこういうところはうまくいったけどここはまだできてなくてとか、すげえっていうのをやるんですよ。高校生でここまでやったらすごいね。の伴走をするわけですね。伴走、高校生だけでできるわけじゃないから、あ、一緒にやる、あ、やるってこと、こう困った時にこんなやった方がいいんじゃないって話したり繋いだりね。あー、すごいねっていうのをやるんですよ。いやでも高校生の時でこれできてったら、うん、ね、すごいね。大人になったら全部生かされるよねそうそうそう、でここで一回できないところが見えるから、うんうん、ここまではできたけどここからは厳しいっていうのが見えるから、うん、じゃあそれできるようにするためにどうすんのっていう課題感を持って大学に行く。ああ、そしたら大学で学べるね。そう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 、自分の課題を分かってるから。そう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 、はあ、っていうことを高校の時にサポートできると、うん、全然大学での学び違うでしょ、うん、っていう話。俺なんかの時いなくなかった、こんな人教えてくれる人全然教えてくれない社会の仕組みとか、はい、大人になったらこんなことがあるよとか、はい、
なんかよくわからないことばっかり教えてもらってさだから、うん、俺らの時に作るわけですよ。ああまあまあそうだね、後世にそうなんですよ、後世の社会が良くなるために頑張らないといけないですね。なかったからの文句を言ってもしょうがないわけですよ。もうちょっと教えてほしかったな、いろいろ社会のことは。だから勉強して我々が作るんですよ。はい、頑張りましょう皆さんで、はい、いい社会を作りましょう。はい、はい、今回もヨヘイありがとうございました。ありがとうございました。